エレミアの預言。ユダの王ヨシアの子ユヤキムの治世の初めに、主からこの言葉がエレミアに臨んだ。主はこう言われる。主の神殿の庭に立って語れ。ユダの町々から礼拝のために主の神殿に来るすべてのものに向かって語るように。私が命じるこれらの言葉をすべて語れ。一言も減らしてはならない。彼らが聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私は彼らの悪のゆえに、下そうと考えている災いを思い直す。彼らに向かって言え。主はこう言われる。もしお前たちが私に聞き従わず、私が与えた律法に従って歩まず、産むことなく使わせた私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないならば、お前たちは聞き従わなかったが、私はこの神殿を城のようにし、この都を地上のすべての国々の呪いの的とする。祭司と預言者たちとすべての民は、エレミアが主の神殿でこれらの言葉を語るのを聞いた。エレミアが民のすべてのものに語るように主に命じられたことを語り終えると、祭司と預言者たちと民のすべては、彼を捕らえていった。あなたは死刑に処せられねばならない。なぜあなたは主の名によって預言し、この神殿は城のようになり、この都は荒れ果てて住む者もなくなると言ったのかと、すべての民は主の神殿でエレミアの周りに集まった。神の言葉、神に感謝。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。神よ、私はあなたに祈る。恵みの時に答えてください。あなたの豊かな慈しみによって、あなたの救いの約束によって、主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。神よ、慈しみ深く私に答え、憐れみ深く顔を向けてください。あなたの顔をしもべに隠さず、悩む私にすぐに答えてください。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。アレルヤ、アレルヤ、ハ
なた方に述べ伝えられた福音は永遠にとどまる神の言葉。アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは故郷にお帰りになった。街道で教えておられると、人々は驚いていった。あの人はこの世の知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は外国の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆、我々と一緒に住んでいるではないか。この人は、こんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々は、イエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであると言い、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。キリストに賛美。Divis et cor meus.